2年連続で開幕投手を務め、勝敗はつかなかったが7回無失点と好投。しかしその後の前半戦では制球難に苦しみ苦戦。それでも後半戦は盛り返し、2年ぶりの2桁勝利を挙げリーグ優勝に貢献した。また第1回プレミア12では藤浪晋太郎の代役として日本代表に選出された。3年連続で開幕投手を務め、8月には初の月間 MVP を受賞した。最終的に2桁勝利は逃したものの、チームで唯一規定投球回をクリアした。開幕から好調を維持していたが、5月の登板で背中を痛め登録抹消。復帰後は中継ぎで起用されるも、7月7日には6失点で逆転負けを喫し、七夕の悪夢を味わった。その後先発に復帰したが、右肘を疲労骨折していることが判明し、シーズンを終えた。疲労骨折からの復帰は5月と遅れたが、登板を重ねるごとに本来の投球を取り戻し、ジャイアンツ戦では2016年4月30日から7連勝でジャイアンツキラーぶりを発揮した。3年ぶりに開幕投手を務め、7回1失点の好投を見せるも勝ちはつかず。その後も勝ちからは見放されたが、2年ぶりかつチーム唯一の完封勝利を挙げ、3年ぶりの規定投球回をクリアした。また史上356人目の通算1000投球回を達成した。史上82人目となるノーヒットノーランを達成。それと同時にプロ初の2桁奪三振を記録した。また5年ぶりの2桁勝利を挙げシーズンを終えた。オフには FA 移籍が噂されていたが、夢に山田哲人が出てきてヤクルト残留を決めた。自身5度目の開幕投手を務めたが、またしても勝ちがつかなかった。一時炎上続きで登録抹消となったが、再登録後初登板となった中日戦では見事無四球完封勝利を挙げた。先日のジャイアンツとの大事な一戦でも見事勝ち投手となった。